はい、どうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日はね、デッドバイデイライトのキラー側レイスでプレイしていきたいと思います。はい、でもこの段階でもね、はい、気づいた方がいるかもしれませんが、バージョンが 1.5.0 が来まして、ね、そのアップデートでね、かなり変更点がありまして、今左下のマップ名が日本語になったと思うんですけども、はい、ついにね、日本語化対応しました。はい、で他にもね、かなりいろんな変更点がありますので、まあちょいちょい説明していこうかなと思っております。まずレイスでプレイしていくんですけれども、まあ今回はこのね、血の渇望という、システムについて説明していけたらなと思っております。よし、 OK、 捕まえたよし。ちなみにレイスの殴った時のね、モーションもね、変わりましたね、地味に。よし、前はどうだったかな、前はなんか武器を持ち直したけど、なんか今回はあのアップデからはなんか血を拭う、武器についてる血を拭うようになりましたね。はい、で1匹目移します。で、血の渇望ってのは何ぞやと言いますと、サバイバーを追いかければ追いかけるほど、追いかけてる間はどんどん速くなる、キラーの足がどんどん速くなるというシステムですね。まあ、これによって、まあ、キラーがサバイバーを追いかけやすくなったんじゃないでしょうか。よいしょ、よし、だいたいだいたい、はい、OK、脱ぐのかっこいいね。よし、まだね、何秒追いかけるととかってそういうのは分からないんだけど、まあ一定時間追いかけるとキラーがどんどん足速くなっていく、2段階3段階くらいあるのかな。で、サバイバーを、まあ、攻撃したり、まあ、サバイバーを無意識になったら、その足が速くなったのがどんどんまた戻っていくんだけど、まあ、これによってまあ実質キラーがちょっと強化されたかなっていう気がします。ただ、注意しなきゃいけないのは、レースの透明化中はその効果が発動しません。あとナースのブリンクでも効果がなくなっちゃいます。あとハグのテレポートと、マイケルのレベル1の状態も同じく。追いかけてみましょうか、今せっかくなんで、どれだけ速くなるか見せましょう。あ、発動しました、発動しました。これ足速くなってます、これ足速くなってる状態ですね。これがレベル段階、かなり速い。まあ、雲の効果も今入ってるんであれですけどもね、これレベル段階2ですね、かなり速くなってる。かなり速くなっております、これは。うまい、こいつ。抜くのかっこいいね。こうやって追いかけてるとどんどん速くなるから、 OK、 かっこいいね。シュッてシュッて抜く。OK、 釣りします。あとフックがね、3分ぐらいで復活するようになりましたね。なんか折っても時間経過で復活するようになりました。で、それに合わせてなのか分かんないけど、まあ、鉄腕が弱体化されましたね。前ほどの効果はないです。なので今はね、アジテーションつけるか鉄腕つけるかってなってたと思うんだけど、今は多分アジテーション一択かな、鉄腕つけなくてもいいかもって思います、個人的に。さあ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 、俺こっち逃げたと思ったんだけど、
ッケー、かっこいいな、シャンっつって、サムネだこれも、サムネマジで。あとノーワンエスケープデスも変わって、今までだったら、ゲートが開く条件を満たせばノーワンが発動して、それから2分間の間、相手を一撃で殺せるとか足が速くなるとかっていう効果がついてたんですけれども、今回はそのゲートが開く条件を満たした後にもうマップに残ってるトーテムのどれか一つランダムで呪いのトーテムに変わり、それが存在する限りノーワンの効果が続くというようになりました。よし。で、逆に言えば時間制限がなくなったので、それが破壊されない限り永久的にノーワンが発動するんですけれども、マップに存在するトーテムも全て破壊されてしまったらノーワンが発動せずに終わっちゃいますね。ああ、スミちゃんさん切断しちゃったこの人なんてな感じで、まあそれがプラスなのかマイナスなのかっていうのはちょっと判断難しいところですけれども、トーテム破壊する時間がちょっと2秒か4秒くらい増えたんだけど、まあその代わりポイントも結構増えたんで、まあ結構見つけた人は積極的に破壊しに行くようになったと思うから、うん、破壊しに行くようになったと思うから、トーテムがあまり残ってないってことも多々ありますね。おー、やるめ、よしよ、黒い服着てるやつ強えよな。よし、痛い、よし、はいはいはい、あ、一人切断したぞ、はい、よいしょ、あそこ殴っとこう、ほい、まあ他にもいっぱいアップデートの内容があるんだけど、まあそれは後ほど、今日はキラーの大きな変更点について説明したんで、今度はサバイバーのね説明をしようかなと思ってます。飛んだ跡があるな。まあその血の渇望が出たことによってキラー側のね逃げ方がねちょっと変わるんじゃないでしょうか。よいしょ。キラーから逃げる方法が変わるんじゃないでしょうか。今までと同じ逃げ方してたら絶対捕まるんですよ。かなり足が速くなるんで。なんでいかにキラーの足を速くさせないで逃げるかっていうのが結構肝かなと思います。どこ行ったんだろう。こいつに夢中になりすぎたな。今サバイバーに配られたこの黒い服、これ無料で配られた服なんだけど、これがねすごい迷彩力が強いっていうか見えにくいから強いね、黒い服。黒い服が強いね。ウィスパーついてるけどな、あいつで鳴ってるのがわかんねえな。
さあ、どこにいる？あ、ちょっとネグだ。端から近ってんのかな？いねえな。さあ、どこかにいる。まだハッチ出てないから、ハッチの前で待機しようとかないかな。声がしないんだよね。あ、声した。やっぱ沼地だと分かりにくいな。消えた。こっちかじゃ。バカ野郎。なんだお前。なんだお前。よし。はい、てな感じですね。ごめんね。はい、すまんな。はい、てな感じで、何ですかね。キラーはその血の渇望がついたことによってチェイスが、まあ、しやすくなったかなっていう気はしますね。ただそれは、トラッパー、ヒルビリー、レイス、あとレベル2以上の、マイケルがちょっと効果が恩恵があるかなって気がします。あのナースにはねもう恩恵がないです、ほとんど。ナースはもうブリンクするとその血の渇望の効果なくなるので、ナースはあんまり強化じゃないですね。だってナースってさ、ブリンクして追いかけるからさ、ブリンクしないで追いかけるやつってね、またあれ高橋入れてるから、だからあれですね、あんまりナースのなあの強化にはつながらないけども、まあ全体的なキラーの、まあ、ちょっとした底上げというか、まあ、少しの強化にはなったんじゃないでしょうかね。はい、あとアップデート内容が多すぎてちょっと言うこといろいろあるんだけども、まあ、とりあえず今回はキラーのざっくりとした変更点ですかね。まあパークとかそういうのもいろいろ変わってるんですけれども、まあ、それはおいおいまた話していきたいと思います。はい、というわけで今日はレイズでプレイしました。またご視聴よろしくお願いします。バイビー。